景気道の分割は、大韓民国で人口が第一に多い、広域行政区域である、景気道を様々な道に分割することである。現在、景気北部と景気南部を各々の景気北道と景気南道に分割することが提案されている。景気北部と南部の人口は各々の大韓民国の、他のどの道より多い。朝鮮時代には、妖退ら軍を含め、今日の降下軍を除いた、 南部地域を景気作動に、北部を景気右道に分けて管轄することも行われた。しかし、13道制が施行されるとき、分道されなくなった。ソウル高下門近隣にあった景気道庁が1967年6月23日、水原市に移されるとともに、同じ年の7月1日に、現在の景気道庁北部庁舎の前身である景気道庁北部出張所が、 犠牲府紙に設置された。2000年2月25日、北部市庁所が景気道庁第2庁舎に昇格した。1992年国会議員総選挙を前に、下1992年より本格的に提起され始めた。1992年大統領選挙では、主要候補だった金四三と金大中が共に大統領選挙公約に掲げた。 2011年には、景気北部に独立した地方警察庁を設置することができるようになる、警察庁法改正案が2件発議されて、同じ年の12月に国会本会議で議決され、2016年3月25日、景気道北部地方警察庁が設置された。2017年5月には、景気道を景気北道と景気南道に分割する法律案が、 国会議員12名の署名で発議された。1988年には、景気道を、景気南道、景気北道、景気あず道、景気西道の4が道に分割することが提案されたこともあった。ありがとうございます。